お口の健康広場デンタルパークのコーナーです。お相手の松原恵美です。このコーナーでは広島市歯科医師会の歯科医師の先生にお口の健康に対するさまざまなアドバイスをいただいています。今回は広島市歯科医師会松岡雄一先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のテーマ、歯がしみる原因というタイトルです。暑くなってきましてね、冷たいものを飲む機会が増えてくる時期になってきましたよね。はい、だんだん暑い季節になってきましたね。そうすると冷たいもの、飲み物や食べ物を口にした時に普段は何も感じない方でも歯がしみたり痛みを感じたりする方がいらっしゃると思います。うん、歯がしみるのにはどういった原因が考えられますか？はい、いくつか原因が考えられます。まず皆さんも一番に思いつかれるかと思いますが、虫歯です。あ、そうですね。虫歯はですね、虫歯の原因菌によって歯が溶かされてしまって、ある程度進行すると冷たいものがしみるという症状が起こってきます。はい、虫歯以外にもしみる原因って他にもあるんですか？はい、他には歯周病も原因として考えられます。歯周病はですね、病状が進行すると歯の周りにある歯槽骨という骨が溶けていってしまってですね、そして歯の周りの歯茎が下がっていきます。歯茎が下がるとそれまで歯茎の中にあった歯の根っこの部分が口の中に露出してしまいます。歯の頭の部分はですね、白いエナメル質といってシミを感じることはありませんが、この歯の根っこの部分がですね、エナメル質とはちょっと異なってですね、冷たいものや熱いもの、空気がかかるなどの刺激を受けるとですね、シミを感じたり痛みを感じやすくなってしまうんですね。歯茎が下がると歯がシミやすくなってしまうんですね。そうなんです。特に歯周病によって一度歯茎が下がってしまうと、この歯茎を元に戻すということは非常に困難になってしまいます。今回のお話とは少しずれてしまうのですが、日頃から歯周病の予防にも意識を向けていただきたいと思います。わかりました。虫歯や歯周病によって歯がしみることがあるということですね。他にもしみる原因はありますか？はい、実は他にも歯がしみる原因があります。それはですね、歯ぎしり、食いしばりなど強い力での歯磨きなどによる知覚過敏になります。これは虫歯や歯周病のような病気とはまた違う原因ですね。そうなんです。寝てる時に多いんですけれども、意識がない時に歯ぎしりや食いしばりをしてしまっている方はですね、歯に過度な力がかかりすぎてしまって歯の付け根にあたる部分、つまり歯と歯茎の境のあたりのエナメル質が割れてしまったり、あとは亀裂が入ってしまって、そこから冷たい水などの刺激が通過してしまって歯がしみたり痛みを感じてしまうということがあります。自分が気づかない時にしみる原因を作ってしまっているということがあるんですね。そうですね。また日頃の歯ブラシの力が強すぎてしまったり、電動歯ブラシの歯への当て方が適切じゃない場合ですね、同じように歯の付け根のエナメル質の部分が破壊されたり薄くなってしまって同じ症状が出てしまうこともあります。歯がしみるという症状は同じでも原因はいろいろあるんですね。そうなんです。ただご自身で原因を特定することは難しいと思いますので、歯がしみると感じたらですね、歯科へ受診していただいて自分のしみる原因を特定してもらって適切な治療を受けていただければと思います。わかりました。今回は歯がしみる原因というテーマで松岡先生にお話を伺いました。最後は松岡先生のリクエスト曲でお別れとなります。先生、どんな曲ですか？はい、サカナクションのシーラカンスと僕になります。どうしてこの曲を？はい、大学時代からずっと好きなアーティストなんですけれども、その中でもこの曲は一番好きな曲の一つになります。はい、ということで今回は歯がしみる原因というテーマで広島市歯科医師会の松岡雄一先生にお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。お口の健康広場デンタルパーク、お相手は松原恵美でした。